皆さんこんにちは。今日はリボンの、このリボンを使ったピアスを作りたいと思います。でこれはまあ何でもリボンはいいんですが、ちょっとこういう透け感があった方がちょっとおしゃれかなと思って、このリボンを使ってピアスを作りたいと思います。で長さはだいたい20センチぐらいあれば大丈夫です。では作っていきます。で本当これ簡単なんですが、できたらこういうこう幅があった方が華やかになると思いますので、これ幅5センチです。で横が20センチで作っていきます。でこれまず最初に半分にをこんな風に、まあここの縫い目が下になるように半分にして、ちょっと先っぽここは糸がばらついてくるので、ちょっとライターでちょっと止めます。軽くでいいです。でちょっとこれ分かりやすいように糸を白にしてますね。できたら透明とかの方がいいと思うんですけど、ちょっと分かりやすいように白で塗っていきます。でこれを半分に折って、この輪の方、こっちですね、こっちじゃなくてこのこっち、輪っかの方をもうざっくりこんな風になみなみと塗っていきます。あ、取れちゃった。こうリボンが薄い素材なので見えにくい糸がいいと思いますね。ただちょっと今回は見えやすいようにちょっと白で塗っていきます。もうほんとここはざっくりと波見えるかな、こう波でここでキュッと、だいたい 5ミリぐらいかな、5ミリぐらいの間隔で波と縫いますね。要はクシュクシュにするために縫ってるんですね。こういうふうにちょっとこう見えやすいようにこんな感じかな、こんな風に。もうここはあんまり細かいことは気にせずに
とりあえずなみなみと塗っていきます。ただこれリボンが薄いので、ちょっとね、よいしょ。で、ちょっと端っこに来たら、端っこもちょっと毛がほつれてくるので、軽くちょっとライターで止めますね。火でちょっと炙って、よいしょ。で、端っこはで、端っこまで縫ったら、最初縫ったところ、最初のスタートしたところに、とりあえずちょっと一回止めますね。こんな感じ。よいしょ。で、ここで止めます。で、ハサミで切って、まあこんな感じで可愛いふわふわになりましたね。で、これにアクセサリーをつけるんですが、ちょっとこれ色がちょっと大人な感じ、黒ではなくて紺色なんですけど、ちょっと濃い紺色、黒に見えるかもしれないんですけど、紺色です。で、今日はちょっとこういう、パール、金と、これ1センチ0.5で3ミリ。これつけていきたいと思います。で、まず、さっき使ったこの糸で作りたいんですけど、ちょっと見えそうなので糸を変えます。で、これちょっと見えるかわかんないんですけど、これどうしたら見えるかな。そうだな、これ透明なんですよね。釣り具みたいな透明の糸です。よくこの透明のミシン糸っていうのがあるんですけど、これで縫います。で、これすっごい髪の毛ぐらい細いので、ちょっと分かりづらいんですが、先っぽの方をちょっと留めますね。すごい細くて扱いにくいんですけど、これちょっと止めたんです、糸をね。わかるかな、こんな感じに。で、これにさっき作ったリボンに縫い付けていきます。まずはちょっと
最初に、一回針を通します。見えるかな？透明の糸なんでね。で、一回通したら、これ通してる。通してます。ちっちゃい方のパールとゴールドのパールを入れます。で、先にこの2つをこのリボンにつけておきます。そうね。透明だ。こんな感じかな。先にこの2つのパールだけリボンにつけておきます。そして留めます。すんごい透明でね、見づらいんですが、して留めと、お、切ります。糸、よいしょ。で、余分な糸も切って。まず、この2つパールだけ先につけましたね、リボンに。で、残り大きめのパールは、ピアスにつけるために、こんな感じでちょっと留めて、余分なところはちょっとここ長すぎなので1センチぐらい残してカットします。で、引っ掛けるところ。ね。ちょっとこうして。引っ掛けるところを作ります。で、ここに作ったリボンをリボンからこう、ここでリボンを縫う感じなので引っ掛けるんですよね、こうグッと引っ掛からないな。こうやってこんな感じ引っ掛けます。そしてここが見えるかな、出てきたところで糸が抜けちゃったな。ちょっと待って。
こういうふうにね、糸が取れちゃうんですよ。糸が細いと。じゃあ先にちょっとパールを先に引っ掛けますね。こんな感じでグッと。ね。で、今ちょっとパールが取れちゃったので、もう一回つけます。これ細い糸なんです。やっぱり糸が見えちゃう可能性があるので、透明の糸使った方がいいかなと思います。で、今ちょっとパールがね、取れちゃったので、ちょっとつめて。ちょっと先に大きいのつけちゃったんですが、残りの2つのパールをつけますね。こんな感じに通して、リボンにくっつけます。よいしょ。こんな感じ。で、取れないようにもう一回。こんな感じかな。で、切ります。ね、糸が短くなったので、ここはもう手で固結び。すっごい細いから扱いにくいな。よいしょ。ちょっとね、細いから途中で切れたりするんですが、よし。で、余分なところははみ出てる糸があるんですけどね、切ります。よし。こんな感じ。見つけました。そしたらここ引っ掛けるところがあるので、これですね、ピアスのフックにつけます。
こういうふうに飾りたいからこうかな。よし。で、止めますね。はい。つけました。こんな感じでできました。かわいいですよね。結構華やかになると思います。で、これパール系で作ったんですけど、色違いでこんな感じ。リボンもちょっとブルー、グリーンでパールとダイヤですね。こんな感じで作りました。はい、ちょっと花びらっぽくて可愛くできました。じゃあまたいろいろ作りたいと思います。ありがとうございました。